演武開演。どうも、本日はこちらローソンのパストラミポークとマッシュポテトのパイサンドを食べたいと思います。甘くないパイ、また出会いました。ではいただきます。それを自分が証明しましたね。お肉はちょっと存在感が弱いかな。もうちょっとボリュームがないと。でも玉ねぎとレタスのシャキシャキ感、マッシュポテトとの濃厚さはすごかったです。さっくりとしたパイ生地とよく合います。甘くないパイも美味しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。